はい、こんにちは。パーカッション高見です。この動画では前回アップしたプロがやってるカホンの基礎練習という動画の解説をしていきます。前回の動画まだ見てないよという方は下の概要欄からご覧ください。はい、これは実際僕がやってる練習方法で、ただカメラをね回しっぱにしてやったっていうだけなんですけれども、結構この練習を取り入れたいという声を多くいただきましたので、詳しく解説していきたいと思います。はい、こういった楽器の練習をするときにはですね、その練習の目的、何のためにその練習をやるのかとかね、どういったことに気をつけるのか、その練習のちょっとしたコツなんかを知ってた方がより効果的に効率よくレベルアップができますので、この動画で詳しく解説していきますので、ね、基礎練習取り入れようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。はい、まずは練習の目的ですね。何のためにその練習をやるのかっていうところです。これが一番重要でございます。これを考えないで練習したところで、その練習時間ね、無駄になってしまうことがありますから、しっかりとその目的、目標を持ってやった方がよりいい結果が得られると思います。はい、で練習の目的、僕が設定した目的はですね、どんな手順でも、手順で詰まることなく滑らかに叩くことができるようになるっていうのがこの練習の目的です。こうカホンを音楽の中で演奏する上で、手順が本来自分が叩きたかった手順ができないっていうことが結構あります。例えば曲の中で何か決めをやった時とか、フィルインを入れた後とか、ソロのフレーズを叩いてる時とかね、あ、本当はこれ右手で行きたかったんだけど今右手が出せませんみたいな状態になってしまうと、そうするとこうリズムパターンなんか叩いてる時にね、そこがちょっとこう詰まってしまう、つっかえてしまってグルーブがおかしくなっちゃう。あとはソロを叩いてる時なんかね、単純にこうミスってしまう、叩き損じが起こってしまいますと。で、ある程度カホンをやってる方であればですね、誰しも経験してるんじゃないかなと思います。あー、つっかえちゃった今のみたいな。で、僕の問題意識としては、あ、こういう手順になっちゃった時は叩けないなっていうことをなくしたいっていうところなんですね。もうどう転んでも叩ける、どんな手順でも対応できますっていう、最終目的っていうか、そういうふうにレベルアップしていきたいなと思ったわけです。例えばタッタタっていうフレーズありますよね。タッタタ、これをカホンで叩くと手順は右右左か、右左右か、左右左か、右左左か、もう全部右とかね、いろんな手順が考えられるわけですね。で、いつでも好きなタイミングで好きな手順で叩けるとは限らないので、究極どんな手順でも叩けるようになってればいいじゃんと、どう転んでもタッタタが叩けますっていう状態に仕上げておくと、そのための練習になります。はい、では続いて練習のやり方についての解説です。はい、基本的にこの16個をただひたすら回すという練習になります。この16個何かというと、1、2、3、4、4つのうちのどこにアクセントが入るかを表したものになります。全部で16通り、16パターンあるっていうことですね。で、世界に現存するリズムのほとんど、例えばアフロビートとかシャッフルみたいな三連系のリズムを除いては、この16個のうちのどれか、この16個のうちの組み合わせで全てできます。なので、極論ですね、この16個が叩ける自由な手順で叩けるようになれば、現存するリズムのほとんどは叩けるようになると、極めて理系的な考えなんですけども、そういう練習になります。で、僕のレッスンの生徒さんにはですね、もうこれ一生使えるからまるっとこのまま丸暗記しろと言っております。やる気のある方はですね、ぜひこのまままるっと丸暗記しちゃってください。はい、では順番に見ていきましょう。まずはシングルですね。これはめちゃくちゃ分かりやすいと思います。ずっと右左交互に叩けばよしということになります。ちなみにこう右左交互に叩くことをオルタネイトと言います。オルタネイトをキープしたままアクセント位置の音を目立たせる。はい、ワン、ツー、スリー、フォーのワンにアクセントだったら、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワンということになります。僕はアクセントの位置をハイトーンで叩いて、ノンアクセント、アクセントじゃない音をミドルトーン、ちょっと低い音で叩いておりましたけれども、これアクセントね、ハイトーンでノンアクセント、クローズトーン。触れるだけの音にしたり、ベーストーンで1、2、3、4、1、2、3、4、こうやってやっても OK です。各自それは自分が練習したい発音を含む形で、練習してみてください。はい、続いてダブルノートシングルです。これはオルタネイトの手順をキープしたままアクセントの位置の音を2倍速で叩くというものになります。タッとっとっと、タッとっとっとだったら、タタとっとっと、タタとっとっとになるということですね。で、ここで難しいのがですね、こうタタッと右左で叩いてしまったので、手順が反転することがあるっていうことなんですね。ちなみにこれアクセントの位置が奇数個だった場合は手順が反転します。1、2、3、4の1にアクセントだったら
これ1回ごとに右と左が逆になってるの分かりますよね。はい、これがダブルノートシングルの難しいところで、偶数個だったらちなみにね手順は反転しません。ワン・ツー・スリー・フォーのワン・ツーがアクセントだったらタタタタトットタタタタトット2回叩いたんで、まあ、手順が元通りになると右左右左となります。最初はとにかくこの手順が難しいと思います。逆転することがあるんで、あれこれどっちだっけってなっちゃうかなと思うんですけれども、これができるようになれば相当滑らかに叩けます。ぜひマスターしていただきたいですね。で、練習する時間があんま取れない時なんかでも、さっきのシングルとこのダブルストロークシングルは必ずやっておくことをお勧めします。っていうかね、僕自身そうしてるんですね。あまり練習時間ない時はこっから先の練習はやらずに、もうとにかくシングルとダブルストロークシングルだけ徹底的にやり込むってやっていますので、ぜひ活用してください。はい、では続いてトリプルノートシングルです。ぶっちゃけねここから難しいです。初級者の方はごめんなさいっていう感じなんですけども、タッとっとっとタッとっとっとだったのがトリプルなんで、タタタトットットタタタトットットってね、3倍速になるというものでございます。はい、タタタですね。タタタと3連発、まあ、3発なんで奇数なんでですね、これ手順は変わらないんですね。シングルの時と同じ手順でできます。はい、試してみてください。ずっとこれね、シングルの時と同じ手順でできます。そういった意味ではね、すごい使い勝手がいいんですけども、タタタっていうのがね早いんで若干難しいかなと思いますので、ゆっくりなテンポから練習してみてください。はい、続いてクワッドノートシングルですね。これもね完全に上級者向けなので、余裕のある方だけやってみてください。クワッド4倍速なんで、タッとっとっとタッとっとっとがタタタタとっとっとタタタタとっとっとになると、もうもはや口で言えないんですけども、はい、アクセントの位置がタタタタと4発入るという風になります。で、さらに難しいのはですね、これアクセントが奇数の場合は手順が反転します。これはダブルノートシングルと一緒 で叩いたらもう逆転してますよね。はい、まあ、手順の面でも難しいし、タタタタと早く4発叩くのも難しいので、まあ、すごくねゆっくりなテンポから、余裕を持って練習してみてください。で、早いテンポだとオルタネット間に合わないわという方はね、以前紹介したスプリットハンド使って、タカタカとやっても OK です。スプリットハンドって何っていう方はね、概要欄にリンクを貼っておきますので見てみてください。はい、続いてフラムです。この花本で叩くフラムというのはスティックで叩くフラムとまた違いますので、ドラマーの方や吹奏楽オーケストラ出身の方はご注意ください。花本で叩くフラムっていうのは2つ目にあったダブルノートシングル、タタトットットタタトットットのタタの感覚をそのままギュッと縮めたものになります。手順もそのままです。なんでタタを縮めてタラタラタラって感じで、はい、これがフラムになります。なんでまずはね、ダブルノートシングルを徹底的に練習してマスターしてからこのフラムに、取り組んでください。手順もそのままなので、アクセントの数がですね奇数の場合はひっくり返る、右で始めたら次左になる、これ手順の難しさもありますし、こうトラットラットラッとこうね同時に叩くのがなかなか難しいと思いますね。まずはねダブルノートシングルから取り組んで、それができたらこのフラムに、取り組んでみてください。で、このフラムに関する、解説動画もですね別途上げておりますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。はい、続いてダブルです。ここでようやくですね手順がオルタネイトではなくなって、右右左左右右左左、こう一振りで2打ずつ叩くダブルストロークになります。で、これだけねちょっとルールが違うんですけども、アクセントは一発叩きます。アクセント一発シングルで叩いて、ノンアクセントを全部ダブルで叩きます。ワン・ツー・スリー・フォーのワンにアクセントだったらワン・ツー・ディ・フォーワン・ツー・ディ・フォーワン・ツー・ディ・フォーになります。これなんでかっていうと、まあ、実際の演奏の中でよく使うのが、アクセントじゃない音をダブルにするっていうのがよく使う奏法なので、このようにしています。で、手順も一振りが2打になっただけなので、一番最初のシングルと全く同じになります。
つまり右左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 とダブル何回入れても最初のシングルの手順と全く同じになります。でダブルが難しいよという方は、ヒール2でやってもいいし、さっきのスプリットでやっても OK です。はい、ラストはフラムダブルです。これはフラムとダブルを組み合わせたというね、ラスボス的なやつです。まあ、完全に上級者向けで、別にできなくても差し支えありませんので、余裕がある方だけやってみてください。まずフラム、アクセントの位置をフラムで叩きます。でその後ノンアクセントはすべてダブルストロークで叩きます。1、2、3、4の1がアクセントだとすると、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3になります。タラットトトトトタラットトトトトトタラットトトトト、あ、難しい。フラムがあることによって、アクセントの数が奇数だと手順が逆転します。そういう難しさもありますし、フラムを叩いた直後にね、こうダブルをすぐ開始しなくてはいけないっていう難しさもありますので、まあこれはね本当に上級者向けで、やれる方だけやってみてくださいって感じ で差し支えなければですね、まあ BPM50 ぐらいでこのダブルフラムができたよっていう方はね、ぜひコメント欄で教えてください。これできたらね結構誇っていいと思いますので、ぜひぜひ教えてください。はい、というわけで今回はカホンの基礎練習の解説でした。各自必要に応じて取り入れてみてください。でこの練習の難易度の調整としてはですね、最初はまあとにかくもうゆっくりからやってみることをお勧めします。で僕の動画に合わせてやる場合でもですね、再生速度を 0.75 倍とか 0.5 倍とかね、ゆっくりな状態にしてまずは始めてみることをお勧めします。で逆に難しくする場合、まあ、再生速度を 1.25 倍にしてもいいですし、これ右手から始めてるのね、左手から始めるようにしたり、あとはベーストーンを入れた練習、この上下の移動を伴うようなパターンにしてみたり、あとは口でカウントをしながら、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーみたいにして、練習してみると、だんだんね、ハードモードになってきますので、各自難易度を調整してやってみてください。で、今回のね、この基礎練習について何か疑問、やり方とか質問がある場合はね、今回回答しますので、この質問コメント欄に書いていただければと思います。はい、はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信しています。他にも動画たくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやっていますので、引き続き要チェックをお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。